ときに一人だけ紹介させてほしい。東大阪にお住まいの方はこの中にいるかな、もしくは友達が東大阪にいるよって方もいらっしゃるかもしれない。ありがとうございます。令和新選組で東大阪を中心に活動している衆議院大阪13区の候補予定者、八幡愛でございます。八幡さんお願いします。はい、皆様こんにちは。令和新選組八幡愛と申します。2020年から令和新選組として活動してて、今は東大阪で活動してるんですが、2022年に参議院選挙でこの京橋にはよう来たんですよ。もしかしたらその時にお会いした方もいるかもしれないんですが、京橋私めっちゃ好きなんです。でやっぱりね、京橋といえば、京橋はええー、とこだっせ。 ありがとうございます。ご賞はいただいてありがとうございます。そう、皆さん裏手にありますね、グランシャトーでございます。グランシャトーのビル、これね1971年にできたんです。でなんで私こんな話してるかって言ったら、今の日本に足りないのは私お金と愛だと思うんですよ。でお金が足りひんってことは、先ほど代表と共同代表の大石さんが喋ってくれてたと思うんですけど、愛について八幡愛が語りたいんですが、あのね、1971年にできた、オープンしたこのグランシャトーなんですけども、そのグランシャトーが建つ前に2階建てビルぐらいのところで、まあ、キャバレーがあったんですよ。でもここを総合レジャービルにしようぜっていう話が持ち上がって、まあ、よりその京橋を盛り上げていこうっていう話になったんですけど、工事のためにキャバレーの人たちにちょっと休んでっていうのは、これはホステスさん、あえて言います、ホステスさんがかわいそすぎるやろって、その給料がその期間ね出なかったら生活できへんやんって。じゃあどうするかって言ったら、キャバレーしながらその2階建てのビルを残したまま外側から建てていったらいいんでしょ。外側から、え、こんな、なんかすごい私それ感動しちゃって。だってね、今の日本って、あの前回のそのコロナの時に持続化給付金っていうものが各その商店にね出たんです。要はもう外出するな、外食するなって言った時にね。でその時に性風俗の店だけ除外されたんですよ。しっかりと国に届け出を出して、あの許可もらってやってるのに、あの性風俗の店はちょっともう助成金出せませんっていうような、私からするとすごく、あ、職業差別なんて。でそんなことがあった。そしてもう一つ、万博です。今日もね、暑い中万博をね、私は望んでいないし、令和新選組としても反対したいんだけども、一生懸命働きながらね、間に合わへんやろうな思いながら作業してくださってる人がいるんですよ。で万博間に合わへんから、じゃあもうどうしようもないから、時間外労働を上限撤廃しようぜって言ってる。労働基準法を無視するんですよ。でやっぱり働いてる人のね、リスペクトがね、今は足りなさすぎる。働いてる人に対しての愛がなさすぎる。で私、あの復古主義者じゃないんです。別にあのなんか昔の方が良かったってね、まあ、思うとこもあるけども、復古主義者じゃないけど、昔のなんかそういう京橋にあったような寛容さとか、なんかこうみんなで支え合うみたいな、なんかみんなが一人一人の働きとか人生に対してのリスペクトっていうものが、すごく私はこの京橋には今も残ってると思うんですね。でこれをもっと広げていかなあかんと京橋に来るたび思うんです。で京橋の街って、今あのサラリーマンの人がいっぱい飲んでっていうようなイメージが染みついてると思うんですけど、商店街の人たちもすごく工夫されてるんです。だからなんか治安悪いって言われたら、子供とか若い子来にくいから、みんなでパトロールしようぜとか、すごくこの京橋全体を子供からお年寄りまで盛り上げていけるように、誰もが来やすいような京橋しようって知恵出し合ってやってるんです。でね、これ京橋で出てきて、なんで日本でできひんのって私は思うんです。そうだから地方でいろんな取り組み、行政あの知恵を出して一生懸命やってる人っているんですけど、それが国となるともう自己責任で、もまあ、さっきもインボイスの話とか出てましたけど、インボイスのお金払われへんやったらもう事業主辞めてしまえよみたいな、すごい上から目線というか、強いものしか残らないみたいな世の中、私これ変えていきたいと思うんですね。で京橋で生まれ育った人たち、きっとここにもいらっしゃると思うんですけど、私はこの温かさを令和新選組として先頭に立って日本中に広げたいんです。今この国に必要なのは、一番はお金です。一番はお金だけど、もうやっぱり愛が足りない。大阪に愛をもう一回取り戻したいです。大阪を諦めたくないし、日本は諦めたくない。八幡愛という名前なんですけども、お金の話ばっかりしてるんですね。八幡愛っていう名前、愛とか恋とか私だって言いたいですよ。36歳、ねえ、年頃でございますよ。そうなんですよね。もうそう、そんなね、
叫びもね、愛を持って私たちはね、もう変えていきたいんです、一緒にみんなで。皆さんの愛を持ってですね、八幡愛も先頭立って頑張りますので、どうかお見知りおきください。すいません、長いことありがとうございました。八幡愛でした。ありがとうございます。東大阪で活動しております八幡愛でございました。まあ、とにかくですね、めんどくさそうな人いっぱいいるでしょ、私も含めて熱量がすごいというか、まあ、そういう者たちが今後世の中を変えていくんだということだということだと思います。なのでぜひご注目をいただき、できれば後押しをしていただきたい、そのような思いでございます。